ございます。ございます。朝の7時半です。散歩中です。何やってんの。眠いっすもん。あのね、とんでもないボケかますのやめて。ここで散歩行ってきた。いや、朝練中だっつってんの。眠いってもう眠いよ。眠いよじゃねえよ、歩くんだよ。2時間しか寝てないよ多分。一緒に歩くんだよ。すごいな、本当に顔に出てるよ、そのブスさが。あ、どうも皆さんこんにちは、武田でございます。よろしくお願いします。はい、今日のセミはどうですか。もうセミの下りいいだろってことで、今日はね OTT 当日でございます。本番当日、この日がね来るのが早かった。今どうですか今日は。結構緊張してる。なるほど。押しつぶされそうだよ。みんながこう想像以上に見てくれてて、でみんなにこう頑張ってくださいっていうメッセージももらって、より一層この緊張感が増しますね。増すというか下手な走りはできないなって。いやできない、ダメですよ。しちゃ頑張る。はい、ゆめちゃんも来てますから、村島くんもいますし、御嶽も後から駆けつけたから。今まで動画に出てくれた人へのなんだろう、感謝の気持ちも込めて走りたい。頑張ってください。頑張ります。結構あの許可取って、あの結構奥の奥の方までちょっと撮影いけるみたいなんで、ちょっとそっちの方も楽しみにしていただければと思います。でそれでは、はい、今からアップ行ってきます。頑張ってください。頑張ります。一緒にせーので、それでは行きましょう。あ、はい、一斉のでて、あ、はい、せーの。なんだよなんだよ。いよいよアップ終了でございますね。わかるこの表情、すごいこわばってるでしょ。こわばってるね。クソビビってます。だってこの前の組で今4分半切ってたってことでしょ。やばい、もう本当にビビってる。あ、ダメだこれ。あバカ野郎、バカ野郎かお前は。頑張るわ、しっかりしろよ。まあ、前回が5分33でしょ。まあそれからね、どんだけ頑張りましたよっていうのを見せられたらいいかな、いいかなって。まあ4パーはもちろん狙っていくよ。頑張るわ。はい、頑張ってください。アップの調子はどうですか、普通ですか。いや緊張して重く感じる。あー、うえ、かっこいい。行ってくるぜ。では行きましょう。はい、では行こう。皆さん頑張りましょう。じゃあ皆さん、声援をお願いします。4分30分、聞いそうな方瞬間に怒涛の劇を全員が応援監督になったところで、ありがとうございます。ありがとうございます。売名完了ですか。売名完了。すいません、ありがとうございます。一秒増やしてください。どこ行ってん。おい、よしき頑張れ、よしきラスト頑張れ、よしき頑張ってください。あ、いいですか。いいよ、あとで、あ、ラストにシールがやろうか。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。すいません、前にお借りしました DVD プロジェクトでございます。皆さん、今日よしきが4分半を切りたかったらどうしよう、頑張ってない。よしき頑張れ、よしき頑張れ、よしき。お疲れ様です。
ちょっと、ありがとうございます。ちょっと、お疲れ様でした。何回かマイク振ったのにもう余裕なかったっすね。もう来ちゃった。もう来ちゃった。そこ誰かと思ったらなかったっすね。そうです。これあれですね、動画マンとして失格した。あの、今日の結果を踏まえてどうでしょう。本当に、はい、あと7秒ぐらいでしたね。本当に悔しくて、はい、あの、改めてもう一回陸上本気でやりたいなっていう。お、マジっすか。きっかけになりました。2月に、はい、島で黒缶やりますうち。おー、これはもう絶対でしょ。20キロ。いやー、20キロやりましょう。おい、行ったな、お前。本当だろ、お前。やりましょう。はい、本当か。いや、こんなもう発表しますが、OTP 2月に千葉で黒缶やります。頑張りますので、皆さん TKD プロジェクトチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。言い訳はない、言い訳はないよ。悔しい、普通に悔しい。はい、ということでお疲れ様でした。です。はい、もう今やっと落ち着いて、やっと落ち着いた。落ち着いた、落ち着いた。私服に着替えちゃって、もう帰るよっつってちってえじゃない。いや、でも本当お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、結果、はい、では結果をご覧にします。結果は4分37秒でございました。結果切れずということで。はい。まあね、あの、はい、一番伝えたいことは、はい、2週間前から今井がメニューを作ってくれて、まあそこから始まって、でまあ五郎太にも練習手伝ってもらって、もちろん周辺にもこうやってカメラを持って練習一緒に来てもらったり、で当日はこうやってね、みんなで俺のことを応援してくれて。本当に動画を通してこうみんな協力してくれたみんなに本当にまずはありがとうっていう感謝の気持ちを一番に伝えたいです。で、まあね、結果は本当にマジで悔しい。まあそうだね、マジで悔しい。頑張ってるところも見てたんで普通に俺も悔しいし、まあそこは置いといて、でもなんだろう、5分33秒からこの俺が結構その動画の中で言ったんだけど、どんぐらい伸びるかっていう話で約1分2週間で伸ばしたんですよ彼は、うん、まあ、そこは結構称賛すべきところはあるなと。本当に1分間2週間で、まあ、できることでやったんじゃないかなと思うね。いや、うん、まあ次があるんだったら、はい、本当にもう一回リベンジしたいぐらい悔しい。そう、まあ、本当に期待して見てくれてたあの視聴者の皆さんには本当にすいませんでした。いやいやいや、とんでもないです。いや、いいもん見せてもらいましたよ、はい、よかったです。いいレースでした。はい、僕も一緒に走れたんで楽しかった、ね、本当に楽しかった。いや、うん、本当にこの大会めっちゃいい大会で、いや、いい大会ですね。まあということで、はい、まあ YOSHIKI さん今回、まあ、頑張って1分間伸ばしたけれども、まあ、結局約束の4分半切れなかったということで、まああれかな、 TKD プロジェクト波紋。波紋。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。